グループリーグと準々決勝合わせての総得点は驚異の19点。圧倒的攻撃力を誇る横浜 F ・マリノスをライバルはこう語る。相手の強力な攻撃陣を抑えれるかが大事だと思うので、勢いがあって一人でこう打開できる攻撃的な選手がいるので、みんなタレントですし持ってるものもそれぞれ違う。攻撃のマリノスに対し一方の浦和は堅守を誇る。ルヴァンカップ8試合での総失点はここまでわずか4点。この守備をライバルはどう見るか。2センターバックが固くて賢い選手たちなので、組織的ですし幅広く動いてくる。一人一人の技術も高いですし、最後の笛が鳴るまで気が抜けない。西村拓真 VS 中島翔也の能力高くてテクニシャンのイメージがあります。前も攻撃的な選手が動き出しが上手くて本当に脅威な、相手に隙を与えず主導権を握れるサッカーを、守備も攻撃も両方貢献できる選手なんじゃないかな。宮市亮VS 興梠慎三。第一に持ち込まれたらなかなか止めるのは難しい。進出鬼没でどこからでもゴールを決めてくる。やっぱりペナルティエリア内での駆け引き、目の前にいる選手がしっかりね抑えれれば、隙を作らせない、常に視野に入れていくことは大事。僕らもプライド持ってやってますし、自分たちの力を出せれば突破していけると思うので。松原健 VS 酒井宏樹。高校中ともに日本トップクラス、ポジショニングもそうですし運動量もそうですし、バランスのいい選手だな。スルーパスだったりってところでは負けないかな。サイドに引っ張り出させるような動きをしていくと中も崩れてくるんじゃないかな。大サイドバックが止めてくれることを信じて。渡辺浩太 VS 伊藤敦樹。幅広く動いてくる、非常にうまい選手です。まあ攻守にハードワークもできますし、前の位置で持たせると怖いのでそこに入らせない。攻撃の軸になる選手だと思うので、まあ、そこを自由にさせなかったら多分マリノスの攻撃は始まらないと思うので、みんなで奪いに行く、いろいろな準備をして臨みたい。根拠のない自信があります。ダイナミックなプレー、動きっていうのは誰にも負けない。アタッキングフットボールの部分では負けないと思います。いつも通りの 100% 出すつもりで、誰にも負けないスピードは持ってると思うので、チーム力としてはやっぱりうちの方が。最強の矛と盾がぶつかり合う、ライバル同士の戦いを見逃すな。ルヴァンカップ準決勝第1戦、横浜 F マリノス VS 浦和レッズは10月11日日産スタジアムで、第2戦浦和レッズ VS 横浜 F マリノスは10月15日埼玉スタジアムで。